ロボ,ボーコト・デービソン・ロジェリオ・ダシューバは、ブラジル・ペルナンブー・コシュー・グラバタ出身のサッカー選手。ポジションはフォワード。2004年に SC ・コリン・チャンス・パウリスタのユースから、昇格した。2005年のシーズン途中に、ベーシクタシュ JK に、レンタル移籍すると、リーグ戦14試合で5得点し、後に完全移籍した。2006から07シーズンは、リーグ戦で12得点し、 その年はクラブが出場したすべての大会でチームの最高得点を叩き出した。トルコカップでも得点王に輝いた。2007から08シーズンの UEFA チャンピオンズリーグではホームのファーストレグ対リバプール FC 戦で後半37分に得点し劇的な勝利に貢献した。またホームのセカンドレグ対オリンピックマルセイユ戦でも後半43分に 得点し、勝利に導いた。クラブは、同大会グループリーグ6試合で2勝4敗の成績で、勝利した試合では必ず得点を記録していた。2008から09シーズンは、リーグ戦32試合で12得点し、トルコカップでも11得点を記録し、この大会では2シーズンぶりの得点王を獲得した。2011年には、クルゼーロイーシーに移籍し、 母国復帰となった。2012年、再びトルコに渡り、カイセリスポールに所属。同クラブでリーグ合計32得点を挙げた。2015年7月25日に、2016年末までの契約でグレミオフブッパに移籍。2016年8月5日に、A リーグのシドニー FC にマーキープレイヤーとしての移籍話が報じられ、 同月17日に1年契約100万ゴードルでの移籍となった。FFA カップのブラックタウンシティ FC 戦でデビュー1得点にアシストを記録し3から0で勝利を収めた。リーグ戦デビューとなったウェスタンシドニーワンダラーズ FC とのシドニーダービーにおいても1得点1アシストの活躍でチームを4から0の勝利に導いた。フィリップ・ホロシコ、ミロシュニンコビッチ。 アレックス・ブロスケラと強力な攻撃陣を形成し、クラブは14試合で34得点を記録した。2017年2月24日のメルボルンシティ FC で加入後の得点が2桁に到達。翌月3日のメルボルンビクトリー FC とのダービー、ザ・ビッグ・ブルーで、ホロシュコによるクロスからリーグ優勝を決定づける、ゴールを挙げる。 オーストラリアでの最初のシーズンで15得点を記録し、クラブの2009から10シーズン以来となるリーグ優勝に貢献した。2017年8月2日、FFA カップのダーウィン・ローバーズ FC 戦で4得点し、8から0で対象した。続く、バンクスタウン・ベリーズ FC との試合でも1ゴールし、クラブは準決勝へ進出した。 サウスメルボルン FC 戦で2得点し決勝へ駒を進めると同じ週に行われたリング戦第2節ウェリントンフェニックス FC 戦でもゴールネットを揺らし3から2の接戦を制したアデレードユナイテッド FC との FFA カップ決勝戦で112分に決勝点を挙げクラブを優勝に導くとともに自身も同大会8ゴールを収め得点王となった 2017年12月23日、ウェリントン・フェニックスを相手に、リーグ戦自身初のハットトリックを記録、4から1でアウェー戦を制した。次節パースグローリー FC 戦でも3得点を挙げ、リーグ史上2人目となる2試合連続ハットトリックを達成した。3月29日のパースグローリー戦で、 リーグ戦24得点目を挙げ、A リーグにおけるシーズン歴代最多得点記録を更新。最終的に27ゴールでリーグ得点王を獲得し、ベスト11にも選出された。2018年7月、アランヤスポレ1年契約で移籍した。2019年、インドに渡り、インディアンスーパーリーグのハイデラバード FC に移籍。2008年2月4日に、 膝と足首の怪我で離脱したアレシャンドレ・パトに代わって代表に初めて招集された。2月6日に行われたアイルランド戦にベンチ入りするも出場はしなかった。ありがとうございます。